海イエナ・里は、日本の政治家、経済評論家、立憲民主党所属の衆議院議員、立憲民主党常任顧問、内閣府特命担当大臣、宇宙開発担当大臣、経済産業大臣、衆議院財務金融委員長、衆議院経済産業委員長、衆議院決算行政監視委員長、民主党政策調査会長、民主党代表、民進党顧問、 旧立憲民主党最高顧問、税制調査会長などを歴任した、東京都杉並区出身。父親の史郎は、毎日新聞の記者であり、安倍晋太郎の上司であった。中華人民共和国や台湾にいたことがあり、万里の名前は、万里の頂上にちなむことから、海江田は、中国との関わりは、生まれた時からと語る。また史郎は、 鹿児島県出身で大学を卒業するまでの本籍は鹿児島県日置郡金邦町だったことから海江田は鹿児島は私の故郷という東京都立詐欺宮高等学校慶応義塾大学法学部政治学科卒業大学では現代東南アジア論を担当していた松本三郎に指示した慶応大卒業後タレント政治家であった野添陳平の秘書を経て 自身もタレント、経済評論家として独立。テレビ、ラジオ、雑誌などで、税金や経済情勢の解説者として幅広く、活躍した。うっちゃんなんちゃんのやるならやらねば。にも、カえダ総理として出演したことがある。バブル経済で、在宅ブームが到来すると一般向けの、在宅指南書を多く出版したが、この中で、 アングラク牧場の投資商品を推奨していたことが後に問題視される。また、1989年4月から1991年3月まで TXN ニュースディスイブニングの土曜メインキャスターを務めたほか、同年10月から1993年3月まではカエダ万里のパワフルサタデーという冠無理番組もあった。2010年12月2日、 早草功労者感謝醸造定式にて、宇宙科学研究所宇宙高校システム研究系、教授、川口純一郎と2011年6月20日、国際原子力機関事務局長、天野幸也と2011年6月20日、外務大臣政務官、山原育夫、財務委員国際機関政府代表部、特命全権大使、中根武史と2011年6月20日、 原子力安全に関する閣僚会議にて2014年9月2日、インド首相、ナレンドラ・モディと1986年、第14回参議院議員通常選挙に、税金投公認で、東京都選挙区から出馬し、落選した。1993年、第40回衆議院議員総選挙に、日本新党公認で、旧東京一区から出馬し、初当選した。 1994年9月に日本新党を離党。民主新党クラブを経て、1995年に山花貞だ日本社会党を離党したグループを休合して市民リーグを結成し、代表委員に就任。翌1996年、村山富一の首相辞任に伴う主犯指名選挙では、市民リーグ所属衆議院議員5名が海江田に投票。その後、 新党先駆けを離党した、ガンナオトや鳩山幸夫らの主導による、旧民主党決闘に、市民リーグとして合流する。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、東京一区から出馬し、自由民主党の良さの薫に敗れたが、比例東京ブロックで復活当選した。1997年10月、金正日の朝鮮民主主義人民。 共和国国防委員会委員長衰退を記念する祝賀宴に参加した。1999年国旗及び国家に関する法律案の衆院本会議における採決で反対票を投じた。2000年の第42回衆議院議員総選挙では東京一区から民主党公認で出馬し、与謝野を破り当選した。同年民主党東京都連会長に就任。 同年12月には在日本朝鮮人総連合会の招請による民主党の包丁団に参加し北朝鮮を訪問した。2002年には党政策調査会長に就任した。2003年第43回衆議院議員総選挙では再度与謝野を破り当選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙に東京一区から民主党公認で出馬したが、 よさのに敗れ、比例復活もできずに落選した。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、東京一区から民主党公認で出馬し、よさのを破り4年ぶりに当選した。総選挙後、民主党選挙対策委員長代理に就任した。2010年9月民主党代表選挙に一旦は出馬する意向を表明し、小沢一郎にも出馬の意向を伝えた。 しかし、党の小沢が出馬の意向を示したため自身の出馬表明を撤回、代表選挙での小沢への投票を明言した。小沢は、菅直人に敗れた。同年9月に発足した菅第一次、改造内閣では、内閣府特命担当大臣に就任し、初入閣した。また、国務大臣として、宇宙開発担当の補職を受けた。2011年1月、 関大二次改造内閣では、経済産業大臣に横滑りした。この内閣改造では、小選挙区のライバルである、与佐野薫も、それまでの海江田の役職であった、内閣府特命担当大臣の公認として、入閣した。与佐野の入閣に関し、海江田は、人生というものは不条理だと感想を述べた。2011年4月11日、国務大臣として、 原子力経済被害担当の補食を受けた。2011年6月、経済産業大臣の会江田は、東京電力が求めていた、福島第一原子力発電所事故の汚染水流出を防ぐ、汚水壁設置の先送りについて、中長期的課題とすることを条件に容認した。7月7日、原子力損害賠償支援機構法案の成立を、メドに辞任する意向を表明し、 8月12日には菅内閣が総辞職する前に辞任する意向を示した。8月19日、2011年民主党、代表選挙に立候補する意向を固め、小沢一郎に支援を要請。会見では、小沢の党員資格停止処分の見直しを示唆した。23日、内閣総辞職前の辞任を撤回。8月26日、 内閣総理大臣の菅直人に辞表を提出するが、受理されず、同日、民主党代表選への出馬を正式表明。28日の討論会などでは、民主党のマニフェスト見直しに関する自民、公明両党との三党合意について、継続するかどうかは、新執行部で決めるのがいいと述べ、白紙で臨む考えを示した。29日の民主党代表選挙では1回目の、 投票で最多の143票を獲得。野田義彦との決戦投票では177票を獲得したが、215票の野田に及ばなかった。この要因として、選挙戦で、かの道彦陣営から山田正彦を引き抜き反発を招いたことや、TPP を推進する姿勢がぶれたことが挙げられている。なお翌日の衆議院本会議における内閣、総理大臣指名選挙では、 小沢をしたうま健康より一票を投じられている。2011年9月、野田内閣の発足に伴い経済産業大臣を退任し、衆議院財務金融委員長に就任。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、東京一区から民主党公認で出馬し、自民党新人で、当時38歳の山田美紀に敗れたが、比例復活で六選。 同年12月22日、総選挙の結果を受けて、民主党代表を辞任した野田の公認を決める民主党代表選挙に立候補を表明した。出馬に際して、あえて家中の栗を拾う。党を立て直す責任があると心境を明かした。12月25日の代表選挙で90票を獲得し、間ぶ住すを下して民主党代表に選出された。 なお民主党初の比例代表により当選した代表である。2013年8月16日、新華社日本語経済ニュースにより、海江田が中国共産党機関紙、人民日報系の国際情報紙、環球時報の取材の中で戦後秩序を戦前に戻そうとしている。歴史認識問題で、安倍首相は戦後の国際秩序を再び戦前に戻そうとしている。だが、 そんなことは、アジア各国のみならず、国際社会全体が賛同しないと述べたことが、報道され、また、同記事の中で、環球時報が海江田を、日本で、新中派と呼ばれる、海江田代表と評していることが報道された。2014年12月14日の、第47回衆議院議員総選挙は代表となってから、初めての総選挙であり、自らも東京一区から出馬した。 民主党は、改選前から11議席増やして73議席としたが、自身は前回と同じく、山田美紀に敗れ、さらに比例東京ブロックでも復活当選できず、落選となった。野党第一党党首が落選するのは、1949年1月の第24回衆議院議員総選挙で日本社会党委員長であった、片山明が落選して、以来、 65年ぶりのことである。この結果を受け、総選挙の翌日の12月15日に、記者会見を開き、民主党代表を辞任することを表明した。2015年1月15日、民主党代表を辞任。同年12月9日には、県政記念会館において、辻本清美議員の政治活動20年へ、感謝と飛躍の集いん東京という、 政治資金規制法に基づく資金集めのパーティーに参加している。2017年の第48回衆議院議員総選挙では立憲民主党公認で東京一区に出馬し自民党の山田美紀に3021票差で勝利し国政に返り咲いた。11月1日立憲民主党より赤松博隆が衆議院副議長に就任することに 伴い、赤松が務めていた最高顧問の役職に就いた。2018年、党の税制調査会長並びに、財務金融部門会議の初代部会長に就任。同年11月、衆議院決算行政監視委員長に就任した。2010年12月17日、川井研究所社長、河村正宏と、私が掲げる銃の政策、朝日新聞アンケートによる。 2010年12月2日、はやぶさ功労者感謝醸造定式にて2011年6月20日、原子力安全に関する閣僚会議にて2010年9月、アメリカ合衆国エネルギー長官、スティーブン・チューラと2010年10月10日、つくば宇宙センターにて2010年10月10日、つくば宇宙センターにて年収1500万円以上の給与所得者について、金持ちではない。 中間所得者だと述べている。日本における給与所得者のうち年収1500万円以上の割合は1.2%である。消防隊について2011年3月、福島第一原子力発電所事故での3号路建物への放水活動を行う東京消防庁ハイパーレスキュー隊幹部に対し政府、関係者から速やかにやらなければ処分するとの圧力的発言が あったと、石原慎太郎東京都知事は述べている。との関係者によると、その発言は海江田によるものであったという。なお、海江田周辺では、そのような発言の事実はないと否定している。また枝野幸男内閣官房長官は、事実関係を把握した上で、前書が必要であれば、政府として対応させていただくと述べた。2011年3月22日。 閣議後の記者会見において、海江田は進行中の話なので事実関係を詳細に述べるのは差し控えたいが、消防の方が本当に不快な思いをされたのであれば申し訳なく、思うと陳謝。一方で、私が直接現場と話したのではなく、連絡員が入っているものだ。今は現場で働いている人が第一で、いずれちゃんと話すと述べた。 作業員被爆について2011年3月25日、福島第一原子力発電所事故において作業員が被爆したことについて、放射線をチェックする職員が同行していなかったことを、かなり基本的な作業の落ち度、人振りの問題で入っていなかった。大きな基本的なミスと語り、東京電力の作業員軽視とも思われる対応に苦言を呈した。 作業員の待遇改善2011年4月26日の参院、経済産業委員会において、公明党副代表の松明、元計算副大臣が、福島第一原子力発電所作業員の過酷な労働環境について質問したところ、改善の難しさを述べてから、販売について、片一方で避難民の方々がいて、 それよりも良くなってはいけないし、かといって働く人たちの基準を守らなければいけないということで、本当に東電の方々も非常に難しい選択をしながら、そこは夏場に向かって熱中症も多いことですから、ギリギリのところで働く人たちの待遇を改善しなければいけないということになっていると述べた。占領系つけず作業、日本人の誇り二千十一年七月十三日。 テレビ番組に出演し、現場の人たちは、占領計をつけて入ると上がって、法律では働けなくなるから、占領計を置いて入った人がたくさんいる。頑張ってくれた現場の人は尊いし、日本人が誇っていいと称賛した。ただし、同年10月8日、東京電力は、そのような例はないとの調査結果を、原子力安全、保安院に報告している。 菅総理が注水をしたと情報を流す菅元総理が安倍総理を訴えた裁判では東京地裁は海水注入を監視が決めたという虚偽の事実を海江田万里経済産業省ら側近が流したことなど記事は重要な部分で真実だったと海江田の言動が原因とした2010年10月17日尖閣諸島中国漁船衝突事件に絡む 中国共産党主導の中国主要都市で起きた反日デモに関してまだ一部の動きだろうと思うが燃え上がらないように日本も努力しなければいけないと述べ日本政府側の対応が必要だとの考えを示した。2011年1月17日内閣府で海江田から与さの香るへの経済財政担当大臣の新旧引き継ぎ式が行われた。 海江田は職員に中国語でさようならを意味する再建と訓示を述べ、聴者を後にした。2011年1月15日、慶応義塾大学で来日したフランスの経済学者、ジャック・アタリと対談した。海江田は人口減対策について個人的見解と断った上で、コントロールした上での移民政策も必要ではないかと語り、 留学生に優先的に国籍を付与するなどの工作も検討に値すると述べた。2013年12月26日、内閣総理大臣、安倍晋三の靖国神社参拝について、過去の日本の歴史の負の側面とは一線を画すべきだ。日本の主体的な判断として、対極的な立場に立って参拝を自重すべきだと述べ、 靖国神社が日本の歴史の負の面であるとの認識を示した。2013年7月6日、第23回参議院議員通常選挙の応援にて大衆館書店が全国の中高生から国語辞典に載せたい言葉を募集する第6回もっと明教対象みんなで作ろう国語辞典で事務局おすすめ決作戦に回エだるという言葉が選ばれた。 この言葉は、海江田が経済産業大臣時代、菅直夫首相の唐突な脱原発表明などに散々振り回されたり、それに関連して衆議院経済産業委員会の答弁中に号泣したりしたことから上司の発言に大きく振り回される、すぐに泣くという意味。2003年9月12日の日本共産党の機関紙新聞がカハタで消費者金融など、 貸金業界の政治団体、全国貸金業政治連盟から政治献金を受けていると伝えられている。また、2011年10月29日の新聞赤旗でパチンコチェーンストア協会から2005年以降、パチンコ業界から220万円政治献金を受けていると伝えられている。破綻したアングラク牧場の和牛予託商法について、海江田は、 衆議院議員に当選する平成5年までに複数の雑誌、書籍などで紹介し、投資を推奨していた。これに対して、全国安倉楽牧場被害対策弁護団と被害者の一部は、被害額の1割の損害賠償を買えだを、被告として提訴した。弁護団公式ホームページによると、買えだはかつて以下のような記述をして、投資を強く推奨し、 リスクがないことを強調していたという。また、著作物の中で、海江田はアングラク牧場への投資のための申し込み電話番号も記述をしており、被害者の中にはそれを見て申し込んだ人もいたという。また、アングラク牧場のパーティーにも、海江田は出席していた。海江田は2012年12月25日の民主党、新代表就任記者会見で、 二十数年前のことで、私も自分の金を出しており、時期が来て終わったことだと説明している。また、海江田は、執筆した時期とその後の日本の経済は、全く異なっており、評論の効力はなくなったと考えている。損害賠償責任を負うものではないという談話を発表したが、弁護団長である、木藤正樹は、海江田氏は、 経済の専門家として記事を書いた点で責任は重いとして批判した。これまで2012年6月から過去3回同様の申し立てがなされていたということであるが3度目の調停申し立てが2013年2月5日までに成立しなかった場合は東京地裁に提訴する方針であるとした。この三度目の調停申し立ては二千十三年二月五日 までに成立しなかったため、出資者約30人は2月中に数億円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こす方針を固めた。2013年2月18日、この件について11都県に住む40代から70代の男女30人が投資の専門家として知名度と影響力があったのに、危険性の調査や説明を怠り、 宣伝マンの役割を果たしたとして、契約6億1000万円の賠償を求めて、東京地裁に正式に民事提訴をしたが、2016年9月9日、同地裁は、海イが記事を執筆した時点では、アングラク牧場の和牛は、破綻必至の投資対象ではなく、海江田と安ぐラク牧場間に、緊密な関係はなかったとして、請求を棄却した。弁護団は控訴の予定。 ありがとうございます。